の日、そしてお盆休みのドラゴンズファンの皆さん、東大のヒーローです。先制ホームラン大島選手、そして見事今シーズン初勝利の若松投手です。スタッフさんのホームラン、すごい当たりに見えましたけど。ホームランは全然狙ってなかったんですけど、自分でもちょっと詰まったと思って、思ったより飛んだんで、先制点になってよかったです。昨日のゲームがありましたから、今日はやり返したい、神宮のこともあります。そういう思いが強かったんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱりあれだけ、昨日はちょっとね、やられてしまったので、今日は、なんとかもやり返してやろうと、そういう気持ちで、みんな、臨みました。滞空時間の長いホームランバッターみたいなホームランでした。感触はどうだったでしょうか。いや、もう本当に入るかどうかなっていう感じだったんですけど、入ってくれてよかったです。前のカードで、早めの空中観光してずっとスローボール打ってましたよね。そういうのも行きたくないでしょうか。1本ずつしか打ってなかったので、それが、こうやって見る感じになったかもしれないですけど、はい、後半戦が初めての猛打賞、残りが少なくなってきました。どんどん行かなきゃいけませんね。そうですね、この勢いになってね、どんどんヒットを、積み重ねていきたいと思います。頑張れよ。さあ、今度はポールヒーローです。今シーズン1勝目、若松投手です。若松投手どういう風にしてますか、そのボールは。ポケットに、また今までの一瞬とは違う格別のウィニングボールじゃないでしょうか。自分でチャンスを逃して前半戦何もしなかったので、なんとかチームの力になりたくて今日は投げました。今しかし、自分が目指しました。他の投手もこのところにピッチングした。そういう意味ではどんなボールが投げたんでしょうね。大島さんがホームランを打ってくれたので少しは楽になりましたけど、ここから厳しくなると思ったので、ここが当初の良かったので集中して投げました。ぜひ伺いたのは、あの7回ピンチになりました大間選手、フルカウント、最後のボールはどんな思いで投げ込んだでしょう。もう何も考えず胸にいました、はい、そしてその後、大間のゲーロ選手も大きなホームランを打ってくれましたね。助かりました、はい。さあ、1年以上ぶりの1勝ということになりました。ここから若松さんも行かなきゃいけないと思うんですが、今後に向かって一つお願いします。前半戦何もしないので、後半戦ちょっとでもチームの力になれるよう頑張りますので、またよろしくお願いします。お願いします。お盆休みで帰省された方も含めまして、今年初めて見に来る方もいらっしゃると思います。そういうあのドラゴンズに熱い思いを持っている皆さんに一言ずつお願いします。若松投手から。まだチームは上位を諦めてませんので、また球場に足を運んでください。そして最後は吉本選手に教えて、ぜひ今日お願いします。本当にですね、たくさんの、人が来てくれて、その声援が力になるので、これからもどんどん声援を送ってください。応援よろしくお願いします。Yeah.